です。いつもお世話になっております。今回はですね、ある企業の復活劇ということをね、またお話したいと思います。このある企業っていうのはね、頭に J ってつくやつなんですけどね、ピンとくる方はピンとくるかもしれませんけども、財務状況が、一気にね、悪くなったところがあって、で、復活を遂げようと思ったところに、パンデミックが起きて、やっぱり海外との物流が主な資源だったんで、そこが一気に断たれてですね、でもうニッチもサッチもいかなくなった。で、法人解体するかなと思ったんですけども、ずっとね、法人は残したまんま、つまり顧客との関係をずっと維持したまんま、3年4年と経ってですね、本年2024年、3月13日に、ついに正しく発表がありました。ずっと前々からね、裏打ちされていたことなんですけども、明言されたのは初めてだったんですよ。それがですね、財務状況がかなり改善してきたと。特に、ゴールドをビジネスの主軸にしたときに、その時からですね、これ2年とか3年ぐらい前だったんですけども、金の価格がもう高騰し始めたんですよ。つまり、事業で金を使うよって言ってね、金を集め始めた時に金の価格が上昇したもんですから、その分だけ財務がこう健全になってくるわけですよね。で、175倍になったそうなんですよ。で、つまりは100持ってた資産が175になったわけですから、労せずして 75% の利益を得ることができたわけですよね。で、しかもこれに対して、会員さんのお金を出す金額っていうのがどんどん膨らんできてたんで、それも追い風になって、2024年はもう新しくね、見通しが立つようになったということで、完全復活ですよね。そもそも、その J っていう企業の後継企業がちょっとね、ポイントなんちゃらっていうのがありまして、そこの方に J からの会員さんの資産を移したわけなんですけども、それが今回、返礼金制度っていうのがね、また復活してですね、現金に変わるよと。で、現金にしたくない方はゴールドに変えて提供しますよって形になりましたね。やっぱりこういろいろと悔しい思いは私もしましたけどもね、ここまで来てずっと耐えてきて、そして信じてついてきてくださった方、この新しい企業になって2000名の方がアカウント登録、それからポイントの移行を完了したということで、前々からお話していたわけですけども、この2000名の方に関しましては、もう自分の保有しているポイントがね、そのまま現金にこれからなるということで、一安心かなと。明言されたわけですからね。これは本当よくやったなと思いますし、実際に移行したポイントっていうのが今も使えてますんで、本当によくやってきたなと思いますね。それから海外の企業、台湾との企業の、これね、合弁も成功しましたし、台湾といえばね、今半導体が日本で会社を作ろうかっていうほど、今、海外へのプランテーションが盛んになっているところですよ。特に日本っていうのは産業が弱体化してますんで、そういったところにね、台湾から企業が来ていただいて、北九州に半導体企業ができると、やっぱその雇用も確保されるし、それから周辺の会社ですよね。当然その台湾の企業が日本に入れば、そこで働いている方の周辺環境ですよね。レジャーですとか飲食ってものが必要になってきますんで、それはもう現地日本の北九州の会社がずっと担うってことで、その辺からね、日本の経済もまた一つ新しい兆しが見えるのかなっていうところです。またですね、台湾っていうのは金の方でもね、はい、ちょっと動画切れちゃったんですけどね、バッテリー切れでございます。つなぎますと、台湾っていうのはね、一つのパテントを持っているところもあったりとか、そのあたりにも造形が深いところで、これからの、J の後継企業のね、大きな力になってくれるんではなかろうかと思います。ビジネスのことなんで、いつ何時何が起こるかっていうのは、これは予測不可能ですし、約束したことが必ずできるということではありません。これはビジネスでも、恋愛でも、健康でも同じだと思います。やっぱりね、いろんな紆余曲折を経て、強くなっていくところと、離脱するところとかあって、必要なものだけが残されているのかなというふうには思いますけどもね。今回ね、こういった会社が、数年をかけてね、復活していくっていうのは私もね、久々に見ましたね。今、楽天っていう会社が倒産するかどうかっていうところに行って、だいぶ債務超過をしたりとかね、苦しい思いをしてるみたいですけども、大きな企業の倒産ってのも
ライブドアはじめね、何社か見てきましたけども、小さな企業がさらに大きくなって復活するところってね、なかなか見れなかったんで、私としても貴重な体験をさせていただいたかなっていうところでございます。はい。ということで、ね、そこに倣って、私たちもいろんな局面ありますけども、負けずにね、切り抜けていきたいなという気持ちを新たにしたところでございます。頑張っていきましょう。それでは、お疲れ様です。